結果が届く。友達へのでも前までの私。何？なんだろう。このやるせない気持ち。望む君の未来。何しようかな。無事に卒業してアルバイトで貸す企業の女余裕を持って。あれ、私はたくさんの夢を見た。とても幸せな夢。ただ何したいんだろう。私何がしたいんだろう。そう自問自答して1週間。何してるんだろう私。後で謝る。半分放心状態となっていた時、こんな状況でも励ましてくれるんだね。おばあちゃん。よし、もう一度。そのためにもまずはお母さんに電話。望む君の未来。